いと思って。おはよう、おはよう。に、負のループだよ。はよ。あ、長村舞です。本当に本当に。なんかさ、帰ってきて、絶対にもうお腹が空いてるから先にご飯食べたいってなるの。早くご飯食べたい。ご飯食べたいってなって、ご飯食べるの。ご飯食べてお腹いっぱいになった瞬間にめっちゃ眠たくなって、眠たい眠たい眠たい、ちょっとちょっと、もうほんのちょっとで こうなる。あ、もう本当に最悪だ。こんばんは、こんばんは。あるある、お姉ちゃんもお化けする。本当に夜、夜ご飯食べ終わって第一次睡眠が挟まれる、ここで一回。お疲れ様です。もうなんか なんか本当にもう嫌です。なんかさあ、睡眠は大事だけどさ、なんかここで撮ることによってさ、なんか時間をちょっと無駄にした感があってすごい嫌なんだよね。困りました。ないよ。まあ寝落ちばかりなので気持ちわかる。もう寝落ち嫌だよね。なんか寝ようと思って寝たい。寝てたーじゃなくて、おやすみーって寝たい。してる、ありがとう。この後寝れる、寝れますよ。もう本当になんかこれ寝たから寝れないとかないの、本当に。全然寝れる。あとちょっと頑張り好きですね。なんかさ、お姉ちゃんがさ「やったー、ゴールデンウィークだー」みたいな言っててさ「えっ？」って「ゴールデンウィーク？」って、なんかもうゴールデンウィークになるみたいな言ってて、なんかもうゴールデンウィークっていう響きがもうなんかびっくりして、「え？」みたいな、「もうゴールデンウィークなんですか？」土曜日から、え、なんか早くない？なんか何連休あるんだみたいに言ってて、あさってから10連休、11連休、なんかそう、最大11連休とかなの？ 10 連休超えるの？ありがとう。待って、明日何日だ、26でしょ、明日は。で27、やばいよ。もう旅行けるじゃん、みんな。 何するの、ゴールデンウィーク何するんですか？旅に出るんだ。そうなの？神戸にね。仕事します。仕事ですか。
フラワーフェスティバル？はぁ、なんかさ、フラワーフェスティバルって聞いたらさ、もうそんな時期なのかってなる。ね。フラワーフェスティバル、ね、今年もね、ありますよね。STU は、毎年出演させてもらってるんですけど、今年はまだ何も出てないんですけど、フラワーフェスティバル自体はあるので、結構なんかいつも直前に発表されるイメージ。デニム制服の記憶、それ結構前の記憶だよ。結構前だよ。私あのデニム制服のお披露目の時の記憶は、なんか暑くてもう蒸し暑すぎて熱中症になりかけたイメージ。結構前ですね。やっぱデニムが暑くてね。いやそうなんですよね。嬉しい。フラワーフェスティバル普通に楽しみに行きたい。楽しいですからね、本当に。ありがとう。今日研究生が昇格したよってすごいめっちゃ来る。なんか4人ですかね、昇格したの。そうですよね。なんか1億人にバズれの企画でね。そうだよね、昇格したんだっけね。全員じゃない。いや、そうなんですよ。なんか私は同期みんなで昇格したので、2期生とかもさ、みんなで昇格したしさ、 2.5 期生もみんなで昇格したからさ、なんかあれだよね、同期で誰かだけが昇格ってなるとなんか、3分の 1？ そうなの？他のグループだとそういうことあるよね。全然ね、なんか AKB さんとかさ、昇格発表とかで全然誰誰誰誰とかってあったりするけどね。なんか結構 STU はみんなで同時に昇格が多かったので、そうなんですよね。ちょっとまあ昇格なかなかね、大変なイベントっていうんですかね、企画だったみたいなので、みんなすごかったです。たくさん SNS でね、昇格がかかってた。いやそうなんですよ。髪型自由になる。いやなんか髪型結構前から自由らしいけどね、わかんないけど、私はなんかわかんないけど、そうなんだよね。私はね、結構研究生の頃はストレートっていう、その
なんていうんですか、ルールは、まあ、結構もうずっと受け継いでって欲しかった個人的なルール、なんか思いなんですけど、なんかそのルールはね。でもなんかなんていうんですかね、フレッシュ感というか、そう、でもなんかね、うん、結構なんか自由って聞きましたね。よくわからん、私ももうよくわかりません。へぇなんか48グループのルールだと思ってたの、私は。それがでもなんかそれはそう48グループならではなのかなと思って、なんか好きっていう言い方は変なんですけど、ずっと受け継がれてほしかったなと思ってね。からね、いろいろ、うん、ミッキー昔からロング派、マイキロング派だよ本当に。髪の毛ねえ挑戦できないタイプなんですよ、あんまりロング派ですよ。え、でもね、加入したてが一番短かったんじゃないかな、私の加入したてっていうか、オーディションぐらいの写真とかが一番短い気がするんですけど、ここぐらい、肩ぐらいかな。また女神にハマってた時期あった？え、違う違う、今も好きですよ、また女神全然好きですよ確かによくやってた時期はあったけど好きですよ。髪がね、躍動感がなくなっちゃうのはちょっと寂しいけど、顔がよく見えるということで、私髪の毛の量が多すぎて、激しいダンスを踊ったら結構貞子みたいになるんで、で今年にハマる時期来ないかな。うん、来ない、来ません言い切る、これは来ませんね、デコなしはハマりません、残念ながら。デコ出し誰かわからんくなるらしい。なんか私さ、おでこ出したら全然印象変わるらしいけんさ、ちょっとわからんくなるかも、どこどこどこってなるかも。したことはありますよ、公園とかでしかしたことないかな。若く見えるよ、若いからねもうすごく若いからね、もうピッチピチだよ。ミッキーまだわかる、前髪じゃない、眉毛出しても、本当に若いよ、マジで。に、いや、これなんか、みんながいじってくるけど、あ、もう全然若いからね。本当に若いからね。なんか
本当にね、まあ社会に出たら赤ちゃんだわ。あ、おやすみって言われる。もうおやすみって言わないで、おやすみ寝るんか。コンタクトがめっちゃ浮く。全情予防メダル収集人さん、いてまえさん、ココさん、はやりんごさん、トールさん、くまねパパさん、東京のスワンさん、シーサーさん、きなぺこさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、よっちゃんごいちさん、Pさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。ねえ、明日も頑張ろう。え、待って、明日は金曜日や。あ、みんなウキウキしてるんでしょ、どうせゴールデンウィークだからって。ウキウキしてるんでしょ。本当に明日はもう花の花の花の金曜日だわって思ってるんでしょ。おやすみ。また明日。また明日。え、ありがとう、見てくれて。だね。